究極のストレスが何かというと、うん、これがですねやはり飢餓なんですね。飢餓、そうですよね。人間というのはずっとですねやはり飢餓、今も、まあ、そういう国もありますし、当然今まで人間というのは飢餓との戦いだったんですね。ですから究極のストレスというのはやはり飢餓なんですよ。でこれをあえて自らですね断食することによって作り出して、そして能力を飛躍的にですね高める、人間自体が持っている細胞の能力、そういうことを実際やってるわけですよね。そしてこれが科学的にもですね証明されてきているんですね。2008年の12月15日の新聞に載ってるんですけれども、京大チーム、日本のですね京大のチームがネズミを使った実験で、例えばですねその8日間断食させたネズミ、がんをもともと持っているネズミに8日間断食をさせたところ、3ヶ月後ほとんどですねがん細胞が死滅してたとか、そういう実験もされてるんですね。でここで出た結論としては、若返りの秘訣はですね何かっていうと腹7分なんですね。若返りの秘訣は腹7分、まあ腹8分って言いますけど、もう一段落として腹7分、これがですね若返りの秘訣だっていう、まあ、結論を出してるんですよ。あるいは断食って言ってもいいと思うんですけど、断食をすることによってそれが若返りになるということですね。で、まあ、これも、ファスティングで有名なですね山田豊文先生という方の言葉なんですけれども、天才と言われる人でですね断食してない人はいないっていうんですね。天才はですね何かっていうと、もう 脳の構造、脳が開いた状態なんですね。で脳が開くためにはやはり一度極限状況に、肉体を持っていく必要があると。でそれがやはり断食なんですね。断食することによって脳が開いて、そして天才になると。で昔の聖人って言われる人、例えばですねイエス・キリストとかブッダとか、これみんな、そのエピソードを読んでいくと必ず40日間の断食をしたとか書いてますよね。そういう長期間のやっぱ断食っていうのをしてるんですね。で断食をすることによって、もう一つ利点があって、酵素っていうものがですね無駄遣いされないんですね。食べると消化酵素っていうのが働いて、酵素がどんどん消費されていくんですけれども、食べないと酵素を温存できるんですね。そしてその温存した酵素はどこに使うかっていうと、さっき言ったこれですよね、 DNA の修復に使っていくんですね、どんどん。ですから細胞がどんどん、きれいになっていく、傷ついた細胞が、どんどん傷を癒してですね、修復されていくんですね。だから酵素っていうのはこれ最高のですね掃除屋さんっていうふうに言われてます。最高の、掃除屋さん、体のですね大掃除をしてくれるんですね。体の大掃除をどんどんしてくれる酵素の、無駄遣い、断食をすることによって酵素が無駄遣いされませんから、その間に体の修復にどんどんとですね関わってくれる、そういうことがあります。で別の実験ではですねカロリーを 25% 抑える、 25% をぐっとですね抑えることによって、補酵素 NAD っていう、まあ、ちょっとこれ難しいんですけど NAD っていうですねニコチンアミドアデニンディスクレオチドというちょっとわけわからない、そういうその補酵素ですね、補酵素が働いて、これがですねムクムクっと動き出して、その長寿遺伝子に絡みついてですねいくんですね。で絡みついてどうするかっていうと、長寿遺伝子をですね活性化さすんですね。カロリーを 25% 抑える、つまり食べることをやめたり食べることを抑えることによって、この NAD っていうですね補酵素が動き出して長寿遺伝子っていうのにまとわりつくんですね。ぐるぐるっとかは分かりませんけど、まとわりついて、そして長寿遺伝子が目覚めてですね活性化するんですね。つまり長生きになる、長寿になる、
若返りになるっていうことですよね。ですから老化っていうのはですね、これ実は自然の法則っていうよりは自分自身で食い止めていくことができるんですね。そして病気とかも同じで、病気もですね、自分で本来自分の体の中に治す力があるんですよ。だからそれをいかに発揮させるかさせないかだけの違いなんですね。そういうことをやっていただくことで、まあ、食べないっていうとねちょっと難しいって思うかもしれないんですけども、健康っていうのはそもそもね自分で作り出せるものなんですね。それが最高のですね薬っていうのが自然治癒力なんですね。ですから我々もその自然治癒力をいかにですね高めるか、これに気をつけてた方がいいんですね。自然治癒力をいかにですね高めるか、外から何かを補うとか、外からですねいろいろ、薬を補ったりするとかっていう考えよりも、自分の中に、天然の薬っていうのがあるわけですから、それを生かしてやる、それをぐんとこう高める、そっちの方に意識を持っていった方がいいということですね。ですからそういう意味で自然治癒力っていうのをですね見直していただければいいんじゃないかなと。その鍵の一つが、食べない、あるいは断食、腹7分っていうことですよね。まあ、それをちょっと意識していただければなと思います。以上になります。今日はどうもありがとうございます。